なさいました三九郎様。今打ってんのは黒塚だよな。ご機嫌の悪い時はいつもこれで。黒塚か。当家は東照大権現様にゆかりの十八松平の一つ荻生松平家の流れを汲む格式ある家ぞ。それにもかかわらず三十俵三人ぶちの貧乏御家人でござる。貧乏はともかくそなたその松代だけの後継ぎではないか。それが正月三が日家にも寄りつかずどこうろうろほつき歩いておった ですからその稼ぎに出かけて出しなさい。いやそれが出しなさい。出せまい。本来の片手技はいかがした。えほれ表向きにできぬ尖りの首をないないに跳ねるあれ。母上松も取れぬうちからこの私に人の首を跳ねようと申されるのですか。さもなければ食べられまい。まあそれはそなたどこぞうろつき回っておいしいものを食べているのであろうが母は正月というのに数の子はおろか栗きんとんさえなめられぬ。実は稼いだんですが、あそうゆうべあの帰る途中であの火事見つけちまいましてね。でバタ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 してるやつから十両もの金が貯めるのか落ちてしまう。ああわざわざ破いちゃってそらそらしい。